はい、今週はですね、打って変わって、もう先週と打って変わってですね、もう利益の取り放題みたいになってきましたね。今朝ですね、ゾーンを張りましたよね。ゾーンを張るっていうのはゾーンを皆さんにお見せしました。もういつものパターンなんですけども、こちらに力点があります。ここね、でここにもあります。それを横にずっと引くとゾーンになるわけなんですけども、この切り板っていう話したでしょ。切り板を抜けるとものすごく大きな勢いが出ると、要するに抵抗がレジスタンスになりますから。ということで、これ4時間足なんですけども、大きく下に突き抜ける陰線が出てますよね。いやー、これね、ここでレンジがあって、手も足も出なかったのが先週なんですけども、一発抜けると N を書いてズブーンとね、降りてくれましたよね。まあこれがね、本当楽しみなんですよね。もう私の得意技と言ってもいいですよ。ほら、この力点をゾーンと呼ぶんですけども、ここを越えたあたりでズバーンと降りていったでしょ。だからこれをみんな取るわけですよ、今回はね。ということなんで、今106円の566ですけども、107円のね、まあ050、ここをね、まあ、一つの切り板として、ここを抜けたら大きく下にエントリーということで、まあ大体ですねすごいですね、90ピップスぐらい今回は抜けたということでございます。90ピップス取る前も30ぐらい取ってますんでね、昨日京都で120前後かなというところでございますね。まあ細かくはちょっとまだ見てないんですけども、2つ取れて、まあ万々歳でございます。この月火でね、やっぱりその何ですかね、もう一回4時間の方見ましょうか。レンジの後って結局何度もずっと言ってますけども、このブレイクが起きるわけなんですよ。こういう風な小康状態の後って必ずブレイクが起きるんですよね。ズバッとズバッと N ですよ、もう本当に書くのは。これがあるんでね、やっぱり FX って勝っていけるんですよね。で、逆に言うと、その、まあ、初心者から中級者の方、これが取れてないと、またね、専門用語の暗記からやり直したがいいなと思います、本当に。もう本当これ、初歩の初歩とまで言わないですけども、そうですね、FX で利益を取るんだったら、これは取っていかないといけないんですよ。こういう風な N の字とか、レジサポでブレイクしたから取るみたいなね。レンジの後って本当にこうやって跳ねますからね。で、N を絡めていくわけですよ。まあ、ということで、別にそれ自慢をしてるわけじゃなくて、ここは取らないと、なんと言いますかね、英語の試験で言ったら最初の単語を書くようなものなんですよ。ね、単語の問題ってあるじゃないですか。なんか、ディサイドって決めるみたいな。日本語訳にしなさいみたいな。で、長文問題はもっともっと後です。長文問題っていうのは、移動平均線とか雲とか出てきますんで、私は移動はそういうふうなね、長文問題っていうのをやりませんので、こういうふうな、まあ、初めてしばらくしたらね、結構誰でも取れているような、まあ、勝ち組の人が一番最初に取れるようになった部分で、まあ、私は十分なんで、それでもすごい利益ですからね。ということで、今日の放送は以上です。また明日お楽しみに。